尾もの,の入ってねえんだよまあということでね今週、まあ、フリートークということで今週はですね特にない <laughs> <laughs> いやいやそんなことないんですけど <laughs> あの先ほどね実はこのラジオの前にインタビュー <laughs>、えー、受けてまして、まあ、あのまあ金本さんのその凄さとかね <laughs> まあ現役当時一緒にこうやってきての凄さなとかをまあ まあ、なんか聞いてると、僕以外にも何人かね。うん、あの、言っていいんか。あ、河合がやっても取ったもんな。ね、どちらかと言ったら、本当、あの。ね、食事にもよく一緒に連れてってもらってましたし。まあ、同じ外野手でね、センターとレフト一緒に守ってましたから。あの。会話することも多かったし。まあ、よくしていただいてたというか。かあの,面のみんな仲いいもんな。 メンバーね仲良かったですね。あのなんかね、一つちょっと違うなと思ったのが、その昔昔っておかしいですけど、僕が入団した時とそのあと、社長の時もさ、なんかちょっとこう、なんか派閥じゃないけど、なんかちょっとこう分かれてるみたいなょあったでしょ女の世界なあったでしょ僕らのの時もそ なかったもんんねあまりそうういだから多分ピッチャーと野手って全然こう一緒に行動しないんですよ食事に行ったりとかもしないでそういうのが多かったんですけど僕らの時代っていうのはまず下さんがピッチャーにいたから下さんはこっちに来て一緒にご飯食べたりとかあと能見とかね引退しましたけど能見とかも一緒にご飯食べに行ったりとかもしてましたしあんまりだからそういう ピッチャーと野手の垣根みたいなのがなかったし、そ,その誰々はみたいな、そんなのなかったからね、えーうん、もちろんだからその仲良くしてる人たちっていうのがあったりとかもちろんしましたけど、だ、えー、からといって、じゃあそ,そこと喋らないのかって言ったら、そんなことも全くなかったし、えー、だからみんな仲良くて、えー、なんかほんとそんなイメージあるまあでもその中で金本さんとまあ藤本、鳥谷、ーー赤星。はいはい で、ご飯行く機会っていうのはね、<laughs> あと、ここに桂ぎとかが一緒にご飯行ったりとか、でそこにまあピッチャーの子たちもたまに来たりとか、うん、ま志ムさんがそこに入ったりとかね、うん、はしてましたけど、まあ、だからそういう意味で言うと、本当になんか優勝するべくしてしたのかな、みたいな。あののあそそそうそうそう金本 たかるかいね。金本さんをたかるかいっていうのがあって、年末、年末やね、シーズン終わった後シーズンオフに、ふぐやさん、西宮にあるね、えっと、名前、なんだっけ、えっと、名前が出てこない、忘れた。いいか、いいか、すんげえ高いふぐやさんがあるんですよ。もう、鉄砂がね、鉄砂ってさ、皿の模様がちょっと見える感じの、薄切りでしょ、見えないから、全く。 あれねどうだろう薄切りにした場合だったら10枚分ぐらい。いやもう本当にそれぐらい分厚い鉄砂なんですよ。フグの刺身なんて。いや本当にこれ鉄砂なんこれみたいな。でもういわゆるだから何本いくかっていうもうそれぐらい楽しみでね。うんまあ毎年毎年たかる会ったかる回。今年たかる会はいつやりますかという言いながら。で金本さんも お前いい加減せよとか言いつつもしょうがねえなみたいなね <laughs> あの喜んであのその会にあと豊さんねそこに中村豊さんとかううんもう来てくみんな来てくれてあの楽しかったわあれ本当に最近はちょっとねあのなかなかうんあれですけどちょっと僕も個人的にあんまり金本さんとはなかなか食事に行ったりとかする機会がなくて、う。ん 去年まではな,な、まあ、もちろん監督されてましたしね、うんまあ、大体今ね、真木さん、総額いくらぐらいになるんでしょうっていう、えっとね、1>, 1人ね、1>, 1人20万ぐらいかな。で,で,で、7人ぐらいでいったら140万ぐらい。でも、トータルでそれぐらいは楽勝で言ってた、ね、いやだから多分あんたいや、1人ね、1人ね、多分ね、最低でも5、6万だと思う。あ うん、んだから5万だとしても6人おったら30万でしょ、ねうんうん、であとはだからみんなお酒を飲むからお酒のその量でも1人5万円のふぐってなかなかな,なかなかないよね。新地とかさそんなのがなくてよ、うん、確かね本当1人5万ぐらいだったような気がする。うん、なかなかない。なんかねでもだんだんこれがね毎年金本さんのお宝会いてやってたから最初の頃申し訳ないなって気持ちがすごくあったんだけど 最後の方なかったもんね <laughs> 当たり前みたいな、<laughs> 毎年恒例みたいな、なんか、<laughs> で、カネオさん、お前ら毎年だぞって言われて、<laughs> まあまあ、でも、なんか喜んでましたけどね、カネさんはね。だからそういう意味で言うと、あのー、本当に太っ腹というか、それったの言ってない。<laughs> それ言ってくれやんと面白やん、えっおもいうん今言われて思い出した、<laughs> 忘れとった。 そうだから恭平さん、こんなね、以前、応援歌でいじられてましたよねとかありましたけど、全く持ってこんな人じゃないから、まあ、本当に太っ腹ですよ、あのどちらかと言ったら、そのみんなにこうご飯をごちそうすることを楽しんでる人だったから、あのいや、そんなの持ってこなくていいよつって、あのロマネコンティのさ、1本、あれ、たぶんね、相当ワインね、う。ん ワインで相当年季の入ってるロマネコンティこれ前1本何百万ぐらいするぞとか言っててて本当かどうか知らないけど俺それこぼしたからね。<laughs> <laughs> あそれは言った、うん、NHK で言ったあ,あのねえそんな高いんすか?」言って「マジすか?」ってこう持って立とうとしたら膝がテーブルに当たってしまってボーンって転ん,転んでそれが金本さんのデニムにボト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 って3分の2ぐらいこぼれてしまって。 でお前何してんだことやろ!」とか言,って言われたときに、俺、なんて言ったと思う、うん、このデニムが、うん、あのロマネ・コンティで染まったわけですよ。うん、これ、金さん、デニム高いでしょう言うて、うん、これ売ったらめっちゃ高く売れますよ。した <laughs> 頭はたかれましたけどね。<laughs> でもそれをね、なんあの怒らずにね、まあいいよいいよってまた違うやつ、また今度持ってきたるわみたいな、うん。それがなんか金さんかさの 優しさというかね <laughs> 普通はあんなことされたらもうわざとじゃないですよこっちも。わざとじゃないから普通に素直に謝ればよかったのにそんなこと言ったから僕が <laughs> そうすいませんと思いながらでもさすがだなとさすが兄貴やなと思いながらね,ねまあその辺が多分兄貴と言われるゆえんかなとは うれ、ね、しいね、なんか最近金本さん、テレビでほら,あんまり見からね、ねそうですね、監督辞められてからね、もうなんかちょっと、金、うん、さん、ちょこちょこ会って聞いたら、やっぱりもう、だいぶ精神的にね、疲れた、やっぱりその、なんか、ちょっと野球からちょっと距離を置きたいなみたいな感じのこともおっしゃってたので、うん、阪神の監督すると、そんなことなんだなと思って、多分矢野さんも今、同じような状態なのかななんて思いながら。 大変だろうなと思いながら3年4年じゃないえっ山さんが4年でしょ ?4 年。金本さん何年やったかねあ違う3年で4年目もう決まっとったのになくなっちゃったんですよ。ああそう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 うそうそうあの時はさすがに金本さん怒ってたわ。 そそうそう今あの皆さんねこれ金本さんいい人とかその場にいたいかっこいいですねって書いてくれてますけどそんなことないよ別に <laughs> どっちやね <laughs> <laughs> いやいやや、ねまあ、あんまり金本さんをあげあげ,たあげるとねちょっとうんまあでも本当でもあの金本さんがねやっぱタイガースに来てくれたことでねまあそう明らか変わったら、うんタイガースは変わったのは間違いないし、まあ、まあ本当に あれだけの練習をする人って、多分僕、今までプロでプロじゃなくて、アマチュアからずっと野球やってきて、出会ったことないし、まあ、それに匹敵してたのが鳥谷だけどね。うん、だから鳥谷も、多分だからカネさんを見てね、やっぱりこう、影響を受けた一人だと思うので、やっぱもうカネさんと鳥谷は、やっぱり、すごさをね、感じましたよね。うん、だって、ね、デコさん、レッドが入団しても変わったって言ってくれてますけど、 僕が入った時はやっぱりまだね、そんなにチームがやっぱり B クラスずっと、もう B クラスどころか、万年最下位のチームだったわけだから、うん、なかなかこう、変えられるっていう話ではなかったですけど、でも僕はだから本当にチームに染まらないようにっていうのはね、常に考えてやってましたし、なんかすげえの来たな、<laughs> これ、普通ね。 ラジオのブースだったら、この音聞こえないんですけど。いや、絶対聞こえるでしょサイレン、サイレンって帰ってきたよ。しなさん、なんかした?。大丈夫。大丈夫。迎えに来た、パト、パトカー、これ。火事かな、消防車。すいません、本当、この、これがあの、生のリアルの。え、ラジオなんで、申し訳ありません。